ははいいこんにににちはレトススノノですす9 9月9日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます頭が整理できていない問題文の意味がわからない覚えたことをすぐ忘れてしまうこれらは丸暗記学習の結果です今からでも理解学習をして頭を整理し問題文を理解し覚えたことを頭に定着させて少しでも合格に近づきましょう頭が整理できていない問題文の意味がわからない覚えたことをすぐ忘れてしまう といった課題がもしあるのであればきっと弊社の予想模試は役に立つはずですあと1日で値上げとなりますのでお早めにお申し込みください予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけますそれでは本日の3問に入っていきます1500万円の債務を ABC が連帯して債務を負っている負担部分は各自500万円とする 連帯債務者の一人 A が債務を免除された場合 B、C が連帯して1000万円の債務を負う。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で答えは、罰ですね。1000万円ではなくて1500万円です。連帯債務において債務者の一人が債務を免除されても他の連帯債務者に影響を及ぼしません。 つまり、免除は相対抗なんですね。したがって、A が債務者から外れて、B と C が連帯して1500万円の債務を負います。絶対抗と相対抗の意味はきちんと理解して、免除が相対抗であることを頭に入れておきましょう。まあ、この点はしっかり理解してほしい部分なので、個別指導では考え方をもう少し細かく解説させていただきます。で問いにですね、法人の役員のうち、 障害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる。〇かバツかという問題です。で、これ答えは丸ですね。法人の役員または政令使用人が刑法の障害罪により罰金刑に処せられた。 この場合、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過したら免許を受けることができるんですね。まあこれは基本中の基本です。なので絶対解けるようにしておきましょう。まあ意外とね、この刑の執行終わりとか、刑の執行を受けることがなくなった日、これ理解してない方がいるんですけども、これについてもあの個別指導で解説いたします。では問いさんです。工事主とは、宅地造成、特定盛土等、もしくは、 土石の体積に関する工事の請負契約の注文者、または、請負契約によらないで、自らその工事をするものを言う、丸か塚つかという問題ですで。答えは、これ正しいですね。もうこれは条文そのままです。工事主とは、宅地造成、宅地盛土等、もしくは、土石の体積に関する工事の請負契約の注文者、または、請負契約によらないで、自らその工事をするもの、 よって正しいということになります。で、この内容ってイメージできますでしょうかこれまで理解学習してきた方であれば、まあ、具体で言えると思います。言えない方は、丸暗記学習の方なんですね。これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は、理解学習に変える余地はあります。一方で、理解学習をしてきたつもりの方ですね。このつもりの方っていうのが一番危険で、 自分自身が理解学習を実践できていないってことに気づいてないんですよ。こういった方非常に多くで、実際理解学習してきた。でも落ちちゃった。っていう方はもうこっちに当たりますね。理解学習していたら多少ミスをしても合格できる点数は取れるんですよ。例えばまあ35点が合格点だったとしたら40点ぐらいの実力があって、多少ミスして37点で合格とかね。37点であれば 423点は取れてたけどももうちょっとミスをして40点で合格39点で合格、まあ、こういった方なんですよ理解学習してきた方っていうのは大体いい合格点プラス5点ぐらいはあの取れてるはずなんですねで多少ミスして23点失点するとまあ、いった感じで合格なんですよ、まあ、結局は理解していたら合格はできるんですね一方で理解してきたつもりの方っていうのはミスをしたとしてもまたミスをしなかったとしても合格点に入ってこれないんですよね だからそういった方っていうのは理解してきたと思い込んじゃってるので勉強の仕方を変えないんですよそうすると次の試験も同じように落ちてしまうってことになっちゃうんですねだからまずは気づくと理解学習できていないってことに気づくってことがまず重要なんですねそうすれば理解学習に変えることできますのでまずは気づいてくださいそして初めにもお伝えをした通り予想模試の値上げまであと1日となりました 過去問では40点以上取れるのに、もしでは20点台しか取れない、合格点が取れない、そんなお悩みがもしあるのであれば、こちらの動画をぜひ参考にしてみてください。今からでも十分実力を上げること可能なので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。1年に1度の宅建試験、今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。